ハンバーガーの中にそのお肉を作っていきたいと思います。時間は次とかの2回歌うぐらい、こんがりぐらいで、も変わってきたらお肉が切っていきたいので、はい、すごい肉汁たっぷり。はい、いい感じです。では、いよいよ挟んでいきたいと思います。はい、まずパンにレタスを入れます。もうパンが美味しそう。パンがね、美味しい。先生で作りたパン。甘酒煮のレタスはこうフリフリしてる方が外に、はい、パンの外に出るのがあって、はい、あとがインスタ映えが、インスタ映え、適当な大きさに、パンとパンよりちょっとはみ出るぐらいの大きさにレタスを切ったら、今度はさっきの箱、誰だこの箱の笑顔です。目立ちたい。先生一生懸命説明してるんで、ここでプシュッという箱がね、ケロップで入れておきます。プレーンをプレーン味で作っていきます。あとチーズ味とかベーコン味とかアボカド味とか、はい、好きなので作って選べるのが楽しいので、ね、楽しいので、ね、作りたいと思います。まず胡椒をお肉の上に入れます。でケチャップをお肉の上にかけて、普通にピーってやると面白くなるから、ちょっとインスタ映えするように細くピーってなって、細くピーってする、はい、分かる、あ細くピーってする、細くピー、あれですよね、あのお好み焼きのソースみたいな、そうそうそう、そんな感じで、ここに、あ、ところに表示で穴を開けて、すごい、甘え爪楊枝、そこで使うんだ、つけます。そしたらですね、卵を温めます。お皿を出しますね。で、そしたら、はい、じゃあもう、ピーって、はい、自分が感じて、一回お皿に練習でピーってやってみます。こう、こうやって、あおお。勢いよくビューってやるのが綺麗にピーってなるんですね。こうやったら、あ、すごい、ここはもう早く早く、これお家でなかなかできないですもんね、あの容器ないから。マヨネーズも同じよ、一回開けたくやつでもアルミ箔を二重にしてここに蓋して輪ゴムで、へー、同じように料理で穴を開けて、アルミ箔ちょっと玉ねぎは入れてみれるのかな、それ玉ねぎ、そう、玉ねぎ、そう、ここにベーコンとかアボカドとかチーズとか、うわマヨネーズも同じように
あ、やるんですね。性格出る。うん。私の性格。アボカドイデア。おい、欲張りだな。ハンバーガー、ハンバーガー。おい。美人に見えるよ。欲張りですね。チーズアボカドバーガーだ。そういうことなの、ね、ああ、それビッグバーガーって言っちゃったらどうするのかなと思った。うわー、これ大きいから食べるの大変。食べるの大変。いいんですか、いただいちゃいます食べたいので、バイバーイ。